ミスターゲイル、パトナのアメリカ大使館のチェット・ピーターソンです。インドの観光ビザでキラットに入国される件でご連絡いたしました。キラット市民権の公式記録が確認できないため、アメリカ市民として受け入れることしかできません。現地には大使館がなく、渡航情報が提供できないため、キラットへの入国は法的にもお勧めできません。ゴールデンパスによる暴動のため、現在キラットには公式な外交拠点は存在しません。それからイシュアリ・ゲイルという方の遺骨をお持ちになる件に関しては、お亡くなりになったか。おい、パスポート。深呼吸。俺が話す。パスポート、ジルジル。どうした？कहाँ पे आ रहे हो? पटना बॉस। पटना? पटना में क्या? परवा है तो? बाड़ में जा। लेकिन हमारी रेंज में। हाय! मैंने कहा, बाड़ में जा। कुछ है? अभी तक कुछ नहीं। कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं, ले लो। चुप। मिल गया? कुछ मिल गया? आलो। चलो चलो। बाहर से निकलो। ए रुक! रुको! साले!私は明確に言ったはずだ。バスを止めろと。そう、バスを止めろ。バスを撃てではない。慎重に言葉は選んでる。止めろ、撃て、止めろ、撃て。同じ言葉に聞こえるかな。制御できなくて。聞こえない。なんだって？制御不能に。制御不能、そういうのが一番嫌いだ。たった一つの命令を見事にしくじりやがって。間違いか喜劇か。おまけに靴が血まみれになった。不幸中の幸いか。全て台無しではない。立ってみろ。その目を見ればすぐわかる。本当に申し訳ない。本来なら、まあいい、パーティーをする予定だ。しかしこっちは知らんな。名前は？ん？君の連れか。無口なタイプは好きだ。まったく失態を見せてしまった。簡単な指示だったが、猿みたいなもんだ。猿に餌をやると奴らはクソを投げ合うだろう。ああ、持ってくれ。ちょっと写真を撮っておこう。カメラをちゃんと見てさ。よし。何も心配しなくていい。こんなことは忘れる。
壮大な旅の始まりだ。予定なら君のために十分に開けた。これから二人で暴れまくるぞ。シュラステよシュラゴー。今度帰国したらアシリにお祝いを伝えてくれよ。それにしても君の屋敷がこんなに美しいとは驚きだよ。鎖がぶら下がり悲鳴が響く場所を想像していた。だが君のことだ。どこかに暗い秘密の部屋がこっそり隠されているに違いない。その苦笑いを見ると図星のようだな、デプルール。いい加減その鬱陶しい袋を取ってやれ。繰り返す。申し訳なかった。本当はこれを用意してたんだよ。ではまず紹介から。この AJ ゲールが主賓だ。ホストを務めるポールだ。それからお猿さん、名前は知らない。そして私はパガンミンだ。少しも覚えてないんだな。母さんから何も私のことを聞いたこともないか。まあ話してやろう。ポール、金を。ん？ああ、いくらだ。全部だ。どうも。見てみろ。ああ、ん？ではこれは？スマイル。あんたか。私だよ。もう自分かわからない。君の母さん、彼女は私のことを分かってくれた。他の誰よりもずっと深く。ああ、思い出すよ。最後に石割りを見たのは10年前。愛していると言っていた。女にはできるんだ、愛してると言うと本気で言える。だが男は振り返って初めて人を愛する。時が経ってしまってから。さて、君の母さんが君を背負ってアメリカに逃亡した時、私は自分を責めたものだ。だが気づいた。私じゃない。そう、原因はゴールデンパスだ。あのテロリストたちが台無しにした。今もだ。食事中のメールはマナー違反って知らないのか。どれどれ、見せてみろ。お前たちこれ見逃したのか。ああ、 AJ ゲールが一緒だ。こりゃいいぞ。助けて。メールで助けて。助けを呼ぶなら叫ばないと。叫んで呼んでみろ。やるならちゃんとやるんだ。さあ行くぞ。さあ助けを呼べ。助けを呼べ。助けて。ああ、情けない。助けを呼ぶんだろう。助けて。本気なのか。助けて。助けて。復讐を決めて。助けて。聞こえるか。ダメだ。誰も助けに来なそうだ。情報を引き出せ。たくテロリストってのは。な、頼む。ここで待っててくれ。クラブラングーンを食べてどこも行くな。すぐに戻る。ユマか、話がある。どうなった？
序の口だぞ、いいか。待て、少し話を戻そう。お前に俺が何を求めてるか理解してもらいたい。なんだ、ここにいる理由をちゃんと分かってるか。そうだ、この世ゴールデンバス、テウスだ、悪人。俺は全部、本当ならお前を傷つけたくない。話を聞きたい。俺は素晴らしい聞き上手ってよく言われるんだ。だからお前の仲間の情報といつどこで何を企んでるか、それだけ言えば。デイジェ・ゲイル、俺はサバル、ゴールデンパスの者だ。ゴールデンパス仲間だ。親父さんを知ってる。モハンの息子であるお前を助けに来た。ダルパンはどうする？お前が最優先だ。何としてもお前をここから無事に連れ出す。ダルパンも分かってくれるさ。離れるなよ。そう、ちょうど急がない。潜入がバレた。ボーイ、早く！エジェ、このドアが開いたら身をかがめてトラックまで走るんだ。なるべく早く動け。いいな？ああ、分かってる。1、2、3！よし、行くぞ。下に銃がある。それを使え。ここ安全か？安全ではないかな。右だ。奴らを撃て。もしもし、ヒラ様に感謝。サバルだ。どこにいる？わからない。まあ、ドライバーが死んでる。よく聞いてくれ。周りを見ろ。近くにタワーが見えるはずだ。そこに向かってほしい。俺も今から助けに行く。タワーに行くんだな。了解。AJ、任せたぞ。
なんだ？サラン！Thank you.
いじゃい、忙しいか、話しかけてもいいか。素晴らしい、君は本当に聞き上手だな。クラブラングーンについては気にするな、万人受けする味じゃないことは分かってる。だが喜んでくれ、腕の悪いシェフは処刑した。処刑したのはシェフの家族だったかな。まあとにかく次はもっと美味しいパテを用意しておこう。テレビに出ているタレントシェフを誘拐するのはこれで最後だ。モハンの息子に会えて光栄だわ。ここまでよく一人で来られたわね。サバルがタワーの近くで待ってる。よくやった、さすがモハンの息子だ。なぜ俺を助ける？お前はモハンゲールの息子だ。知らないだろうが、その名前はキラットでは大きな重みがある。特にゴールデンパスにとってはな。奴らは俺を探してるのかな。パガンディーはお前を連れ戻すためなら何でも。いつ現れてもおかしくない。戦闘準備だ。
まったくしぶとい男だ。その方がいいだろう。